内角。このポジションからフェースをターンさせるとどうでしょうか。下がるでしょ。いや、いきなりが出れば。皆さんこんばんは。原田ゴルフ、原田周平です。今日はセベズヒルゴルフクラブにお邪魔してですね、ちょっと自分の練習してるんですけれども、レッスンの方少し一つワンポイントで作りたいなと思って、今動画を撮ろうと思って、ここはカットだな、よし、ということで行きたいなと、レッスンの方、始めていきますけれども、今日はですね、今ちょっと練習したんですけど、このようにどうやってこう皆さんね、こう打って、ターンは削れない方が非常に多いと。それをこうやってちょっと打ってみますね。このように打った後に地面を削るようにですね、もう一回いってみましょう。このように打った後にこう芝を削るっていうね、これどういう風に削れてるかっていうところをちょっとお話したいなと思うんですけども、これはですね、手でこうぶつけにこういくっていう方が皆さん多いんですね。そうするとこう刺さっちゃうでしょ。本来はどういうイメージかっていうと、こうしなっとしてで戻る、このこれで削れてるんですよね。このたわみを作れるかどうかが非常に重要。ここのしなりなんですね。でこのたわみっていうのはどういうふうに作るかっていうと、まあこういうニーアクション、こうまあ若干ソックスって言われるこの体幹部が潰していくような右サイドの押しですね。これを非常に重要なんですね。でこれでシャフトをこの方向にしならせていく感覚がとても大切です。でその方法としては、まあ、上石なんかでやるんですけども、しなりを作って小さいショットですね、上地で小さいショットで、ここでこのように左に移動させながらここにたわみを入れます。何度も揺らしてください。でそのタイミングに合わせてこういうふうに地面を削る感じが出てきます。こういう感じ。この削る感覚をまず覚えてます。もうこのぐらいで。でこのしなっていく動作は、まあ今日ねワンスピード持ってきてないんですけど、まあこういうふうに体を揺らしていく。このタイミングに合わせてこう吹けばこうしなりが出てきますので、まあ、こうイメージしてください。まあこれをまあ片手打ちとかでやるのもいいですね。こういうふうに、ね。右手の片手打ちで、失敗。この削る動作をこういうふうに。潰していくような感じになります。で、もう一つ言えるのは、クラブの、回転軸ですね。どういうイメージかというと、こういうふうにシャフトをこういうふうにアドレスした時のこの来角、このポジションからフェースをターンさせるとどうでしょうか。下がるでしょ。こういうふうにね、下に下がるってことは、遠側が最後削れる時に下に入ってくるんですよね。このようにですから、フェース面は少し最後ターンさせされます。しなって最後にフェースのターンがここで結構少し締まるんですね。まあ、これね、自然に行われます。自分でやる必要ない。しなりが出れば自然にちょっと帰る形になりますので、このしなり戻り、
フェースのターン、これによってターフが削れていくと。だからあんまりこう上からこう潰していかないようにこうね、そうすると自然に削れてきますので、そういう感じで練習していきます。そうするとここの打った後に小さいショットでいいですから、このようにちょっとこう削るように、練習します。まあ練習方法はね、こう線を引いて、まあ、線がねないんですけどね、この前をこうしなりでこう前を削るように何度もこう素振りを、で足とこう連動していくように、ちょうどこう揺らしていくような感じですね。そうするとこういうふうなしなりが出て、でこの部分を削る感じ、ちょっとこの今スティックの前側を削る感じになりますね。こういうふうに前こうならないようにね、まあこういう感覚になっていけば、まあ例えばこういう埋まってるとこ、割とこういうふうにちょっと埋まっていってライが悪い状況ですね。で悪いところでも、少し右に置いてしなりをうまく使えば簡単に、こう打てちゃう、あ簡単に、こう打てちゃう。いう風になります。で甘えると潰れちゃうんですね。まあ、そういう感じでやや薄くターフを削れていくようにやっていく。これよく見てみると分かると思うんだけど、あまりこう削れてもこうちゃんと根っこまで削れてないでしょ。ターフね。こういう薄めのターフが削れるようにやっていきます。あんまり長く持たない方がいいですね。ちょっと短めに持っていくと非常にコントロールしやすいというのが言えます。ちょっとやってみます。こうすると非常にボールが打った後にこう競り上がる。まあ、体が起き上がってしまうともうターフは取れようがないので、あとダウンスイングのところのこういう体の動き、これも気をつけてください。こういう風になってしまうとターフは取れないので、少し前傾のキープをしっかりと入れて、割とこれはクリーン面に作ってます。感じで練習やってみるといいと思います。おしまい。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。